キチャンネル、パ・リーグニュー、よいしょ、ね、昨日はセ・リーグ、今日はパ・リーグということでね、はいはい、開幕前にパチッといきますけども、はい、なんでこんな服着てんのか、うん、それは昨日のセ・リーグの動画を見てください。はい、はい、お願いします、はい、ねえ、はい、さあパ・リーグ、うん、どうですか。いや、なんか順位予想ってちょっと気重いですね。まあ、そうなの、もう予想、なんかたかが予想ですけど、うん、なんかされど予想じゃないですか、うん、だってただ私がこう思ってるよっていうだけなのに、いや、それは分かってないとか、うん、あ、嫌いなんだとか、うん、皆さん言うから、うん、なんかそうじゃないのになと思いながら。俺だってもう楽だよ。そうですか。だって俺もプロ野球アンチだから。はい。別に嫌いとか好きとか、別にどんなこと言っても、はい、別にアンチだからね。うん、別にあの一球団のアンチじゃないの。はい。プロ野球アンチだから。そうなんですか。NPB アンチってことですか。そう、プロ野球アンチだから。はい。だから別に、うん、あの嫌いとか言われることもないの。はい。でアンチだっつってんじゃんっていう。うん。詳しいですからね。でも袴田さんアンチじゃないんでしょ。私は大好きですよ。じゃあ文句言われます。そうですか。ログインにしたら。そうですで私はね、まあまあ、あれですよ、あのアナウンサーではありますけど一野球ファンって感じですね。だから楽天がアンチでしょ。そんなことはないですよ。え、そうなの。そんなことないですよ。あの楽天以外の11球団アンチでしょ。全然です。でもあれですよ、こうやっぱプロ野球ニュースとかやってて他の球団見るじゃないですか、うん、あのわあこの球団なんかいい人いっぱいいるなと思うと、うん、ちょっとそのチーム好きになりますもんね、うん、だからあの全然全部好きです。でちなみに、はい、佐々木お正月、1位ソフトバンク、はい、2位西武、うん、3位オリックス、うん、4位楽天、はい、5位ロッテ、うん、で6位日本ハムです、はいはい、袴田さんは。私は1位ソフトバンク、2位楽天、3位オリックス、オリックス、西武、ロッテ、日本ハムかな。もう忘れそうになってるの。はい、はい、さあじゃあ最下位。はい、最下位迷ってんだよね。いや私もちょっと迷ってるんだよな、うん、はいはい、決めた、決めました、うん、いくよ。はい、せーの、じゃん、日本ハム。迷って、迷ってあげく、はい、結局日本ハム、はい、そのどこですか。あ、日本ハム、うん、はい、結局、結局日本ハムです。今オープン戦現時点で1位です。1位です、はい、いいんですか。はい、今いないのが伊藤大海投手ですよね、うん、うん、でもやっぱり戦力的に見て不確定要素が多いなっていうのが日本ハムかなっていうのがあって、うん、で、5位に捨てるチームとちょっと迷いました。そう、5位にしようかなと思ってるチームとすごい迷って。じゃあ5位書いてきて、はい、いいですか、せーの、じゃん、ロッテ。ロッテ、いや俺もちょっとロッテ最下位にしようかなと思ったの、ぶっちゃけ。で、その要素としては高部がどこまで帰ってこれるか分かんない、で石川、ふたき、まあふたきはローテーション入ってないからあれだけども、まあ、開幕いない、ショートはまだ決まんない、うん、どうなんでやっていう、でポランコみたいな、うん、まあ、の外国人のピッチャー、あのリリーフの、うん、あれいいのよ、あの制球も安定してるし、はい、へ、あのでも俺は先発でも思い切って面白いんちゃうかって正直思うけども、うん、あのピッチャーのねカスティーヨ、はい、いいのよ、で沢村もいるしね、うん、だからそういったところのちょっとね沢村カスティーヨっていうところを考えて、まあ、ロッテ5位になっちゃったね。はい、なんかこうやっぱ先発ピッチャーがこう佐々木朗希投手とか小島投手とか、うん、あとこう6人誰入ってくるんだろうっていうのと、6人、うん、小島、はい、ね、佐々木朗希、うん、三馬、はい、でベルセデスで、本当はそこにあの石川とかが、うんうん、来てほしかったんだけど、はい、まあ、来れないから、うん、まあ、菊池とかルーキーね、はい、あー陸投手、うん、あとはね中森、はい、とか、あ若いピッチャーが、うん、であとは森、あ翔太郎とか、うーん西野、あとかね、まあでも、うん、5位、はい、あとやっぱりこう打線でもこうなんかでも伸びしろが一番ある、はい、この2チームが若いやつ多いから、うん、そうですね、うん、でも、うん、5位と6位、はい、これはもうね帰れない、爆発したら分かんないですね、爆発したら分かんないけども、はい、普通に戦ったら5位6位、うん、はい、これはもう仕方ない、ここは、うん、はい、私も変わらず4位、はいはい、せーの、じゃん、セーブ、楽天、楽
伝ここできましたか。うん、そこだね。やっぱりまあもうギッテンス、うん、とフランコ、はい、頼るしかないよね、うん、ぶっちゃけ、はい、あとピッチャー、うん、先発、うん、どうしますか。いや、あのいますよ、若い人。あ、まあ、若い人はあんまり出てきてはいないです、うんうん、もうそれだけが不安、はい、上から決めたら、はい、もう4位だ、まあ、ロッテとハムよりは上に行くやろっていう、うん、何ロッテ予想だから、予想だから、ね、並べたらってことですか、ね、仕方ないじゃん、そんなの、ね、そ同率に並べれるんだったら俺は並べたいよ。私はやっぱり西武は森選手が抜けたっていう穴があるのと、うん、私はでも平投手は先発に行って私はでも活躍するってめっちゃ思うんですけど、うん、そこのどうなるかっていう不確定要素、あと去年から比べるとだからあんまりこの補強という意味でのプラスがないわけですよ。先発とかすごいピッチャー陣良かったですけど、外国人、まあ、外国人そうですね、ヨーカは、うん、昼間、うん、で新人もまだ、まあ、分かんないじゃないですか、うん、で外野に誰がハマるかも分かんないですし、そういった意味では、まあ、3割打てる森選手が1人抜けたっていう意味で4位にしました。じゃ次、はい、3位、はい、はい、いいですか、はい、せーの、じゃん、オリックス。オリックス、これはまあ仕方ないね。やっぱりちょっと吉田の穴は大きいね、うん、あの侍ジャパンの活躍見れて、あれがいなくなるのは、まあ、森もいいよ、はい、いいバッターだけども、やっぱり吉田の穴はちょっと大きすぎるかなと、うん、でもリリーフも含めて投手陣はいいからね、がっちりですよね、うん、でも、うん、まあ、打撃陣がどこまで頑張れるかっていうところがポイントだね、うん、はい、うん、だから3連覇はね、うん、そんなどこも簡単じゃないからね、難しくないですか、難しいですよ本当に、うん、いや私も本当にそう思います。やっぱり去年もずっと2位とか3位だった、うん、徐々に上に上がってきて吉田選手が戻ってきてからグーって上がってったんで、うんうんうん、やっぱりあの大事なとこで打つ吉田選手がいないっていうところはやっぱりピッチャーがいいにしてもやっぱり援護っていう部分でちょっとこの足りない部分があるんじゃないかなっていうので3位にしました。一本違ったらビッグラスあるからね、うん、正直、まあ、ピッチャーは抜群にいいですけど、みんな若いし。2位、はい、じゃあ1位に書きますか。お、1位、2位、はい、どうしようかな、はい、はい、せーの、じゃん、楽天。まあいいんじゃないですか、応援だから、まあ応援だからね、そうもたくさん、うん、もうだから言ってるも、俺はもう今年パリーグの順位予想の優勝予想をソフトバンクにしないとはもう全員損だ。そうですよ、なんかこれ本当にリアルな話でいいですか、うん、優勝も私本当にあると思ってるんですけど、でもなんとなく2位か3位かなっていう気も しなくはないんです。でも楽天って今年プラスしかないんですよ。去年から抜けた戦力っていうのがいなくて、プラス阿部選手が入りました。去年はもう外国人選手が全く活躍をしてないんですけど、ギッテンス選手が結構いい感じで打ってるので、外国人が当たれば楽天も上に行けるっていうところで1位、もう願望です。忖度って言われてもどうでもいいです、もう。まあもうソフトバンクは仕方ないね。これはもう、うん、近藤見た、あれ見た、もうあれでもう2番近藤ホークスでも確定よ。でその後ギータとか来るわけでしょ、うん、それはやばいね。でリリーフだってな、オスナも、うん、オスナも入れろ、うん、で藤井が先発行って千賀抜けても別に次から次へと出てきて、うん、まあ一番のやっぱ課題は怪我人が出るから、うん、そのもう絶対的なところに怪我人が出たら困るけども、うん、キャッチャーの回の後ミネイも取ってきてるからね、うん、そういったところの、まあ、で西武はね、袴田さん理論でいくと外国人打ったらもう楽勝で強いからね、うん、確かに、まあ、ピッチャーいいですからね、うんうんうん、で前も後ろも安定してるし、でも外国人は分かんないですからね。じゃあ楽天したじゃん。じゃあ楽天したなんちゃう。確かに、でもじゃあ自分のちょっと矛盾してますよ。いやでも去年の時点で全く打ってないので、いやだってプラスしか考えられないんです。だって西武なんて、うん、新外国人だからプラスしか考えられない。そうですね、うんうん、でも森選手抜けてるんで、楽天誰も抜けてないんで、ん楽天誰も抜けてないんで、涌井投手とトレードがあったぐらいなので、でも外国人がめっちゃ打ったら、はい、まあ、なくはないですね、うん、そうそうそう、で予想ですか、ね、だから袴田さん理論だと、はい、西武は強いから強いです、ね、うん、もう外国人打ったらそうですね、うん、打線が良くなれば強いですよ、うんうんうん、で袴田さん理論でいくとオリックスも新外国人、そうなんですよ、打ったら、ね、うん、打ったら優勝だね、そう、うんうん、でロッテも新外国人これも打ったら優勝やな、フランコ打ったら前ですよね、
うん、で残念ながらロッハムだけが新外国人いない。あ、だから最下位にされたんですか。そうだろ。いや、あの、もう私はまあ上からもう自分の中で並べたらこうなりました、うん、外国人がいないから新しい外国人が、うん、まあまあでもこうそうですね、こうなんか格になる。でも新しい外国人だって、ギッテルスだって新しくないけど、アルカンタラがいきなり今年な、はい、めっちゃ打ち出すかも。いや、だからそんなこと言ったら予想ですもん、分かんないですよ。言ったじゃないですか、もう願望だって聞いてました、願望ですからね。はい、あの石井さんがあ、じゃあ16にして、じゃああれだ、うん、あの西武とロッテと日本ハムの B クラスも願望。違う違う違う、でもそこがだって願望じゃなかったら上がってくるよ。こういうのいいですよね、いらないですよね本当に、あーめんどくさい違うよ、俺はもうファンの人の代弁者だから。あ、そうですか、うん、え、私ファンでしょ。だからじゃあ視聴者のファンの人の代弁者だから、これ順位が全部願望でしょ、うん、楽天だけ願望。他は、あ、他は予想。そう、予想でこうなってる。で、うん、楽天もリアルに予想しようと思ったら、うん、多分私は2か3に入れると思うんですよ。なんですけど、でも私が1位予想しないで誰が1位予想すると思ったんで、もう願望と忖度で1位です。いや、それ誰がするってしますか。赤間さんしなくてもしますか、うん、え、でも1位にしないでソフトバンクが勝つでしょうって言っときながら、あの本当に楽天優勝したら私多分これの上ない後悔をするので1位にしました。優勝する可能性も全然あると思います。じゃあ勝負しようか、これで。じゃあ楽天が、じゃあソフトバンクが優勝したら、じゃあ俺らの言うこと何でも聞いてもらおう。え、嫌だそれは絶対なんでなんで、それは嫌だよ。ねえ、だから楽天が優勝したら浜さんの言うこと聞くから。え、別に私聞いてほしいこと一個もないもん。どういうこと。え、佐藤さんに言うことなんか自信は。え、だって私願望だもん、予想はこの辺だもんじゃあこれ予想なんか書いてんじゃん。予想って願望って書いてないのよ。予想って書いてんじゃん。え、願望コーナーじゃない、予想だから。うん、だから予想にしてもらっていい。え、大丈夫、予想でしょそれが。え、予想と願望。え、これ見て、これ予想え、これなんで予想になってるんですか。願望じゃない、そう、毎年そういうコーナーだから。あ、そうでしたっけ、そういうコーナー。これ私だけあの袴田願望に書いてないですか。ゴルフ番組っていう番組で、はい、いきなりテニスやってたらおかしいやろそうですね、ゴルフ番組なのにみたいな。でもあの、私佐藤さんに言うこと聞いてほしいこと一個もないので大丈夫です。そうなの。はい、うん、じゃあ知らないよ、うん、え、言うこと聞いてほしいことあります。私に俺あるよな、うん、あります。あるよ、あります。うん、私人に何も求めないです、うん、あるよな何も求めないあの、はい、募集するもん、はい、あの視聴者の皆さんに、うん、あの袴田さんに動画内でしてほしいことを募集して、それが俺 の、 が、あのお願いとして大ペース。佐藤さんの願望じゃないもんそれ。はい、という感じの予想になりました、はい、まあ、ということでね、答えは1年後ですから、はい、まあね、どういうことになるのか、はい、ね、皆さんの順位予想もね、変わりました。変わってない変わってない、ね、ま、あ、年始から、うん、お、私もだからあの変える要素がない、うん、私も変え、あんまり変えないような感じだったので、ここだけ入れ替えました。なので願望だけでこうやって入れ替えました、うん、だからあのソフトバンクが優勝した場合は、うん、視聴者の皆さんからのリクエストに答えて、はい、袴田さんに言うことを聞いてもらいます。やりません。ありがとうございました。はい。